こんにちは、アマ1064慶音です。今回は107回薬剤師国家試験の1日目を終えた皆様へ大切なお話がありますという動画になります。それでは早速やっていきましょう。はい、ということで、試験1日目を終えた後でやるべきこと。まず、この動画見てくださっている方のほとんどが107回薬剤師国家試験を受験された皆様だと思いますので、1日目を終えて、この動画を見てらっしゃる方が、結構多いと思います。一つ目。まず、翌日の準備をすることですね。二日目ですね。翌日は二日目あるので、その時に必要なものすべての準備を、まず整えてください。すごく、疲れたからすぐ寝ちゃうとか、焦って勉強するとかではなく、明日の準備をまず整えること。すごく、それで、翌日ギリギリになって準備すると何か忘れてしまったりとか、その焦りでバタバタしちゃって、余計な、焦りとか、そういったのが生まれて、失点につながってしまうので、そこすごくもったいないので、しかも当日に何か忘れたっていうとかなり動揺するので、まず翌日の準備を整えることが大切になってきます。そして二つ目、いつも通りに近い夕ご飯を食べることですね。これもすごく大事で、終わりました。うまくいったから、すげえ、カツ丼とか食おうとか、いろいろあると思うんですけど、ここは、どんな、点数低かった、思ったよりできなかった、様々いると思うんですけど、いつも通りに近い、いつも夕ご飯食べてるようなもの、体壊さないようなものを食べてください。理由としては、体調悪くなるのが一番ダメなので、それで下痢になったりとか、お腹壊したりとか、そういったことが起きてしまうと、すごく不安になって、まず、今食べた後の話、プラス翌日ですね、その影響が出ないかどうかの不安も出てくるし、で、現実そうなったとしたら、当日すごい、それもジタバタするし、不安になるし、トイレに行かないといけないとか、そういったことも起きてしまうので、すごく、ここは気をつけてください。私の話になると、夕ご飯食べなかった気がするな。食べなかったっていうよりかは、食べ物、ご飯とかそういうの口にしないで、甘いものをずっと口にしてた気がします。前日、1日目、2日目ですね。本当に、結構腹弱いんで、なんか食うと腹壊しちゃうんで、食わないように。ただ、頭の回転はずっと回していかないといけないので、糖質は確実に取っておこうと。そしてもう、試験時間中にトイレに立たないように、な食生活ですね、をしてました。わざと。そういった方法もあるので、いろいろ試してみてください。そして三つ目ですね。これも重要。すぐ寝ることですね。この後に結論的なものも出すんですけど、今の時点で、めちゃくちゃ疲れてると思います。すごく焦って、これ解けねえ、難しい問題だとか、頭をひねり出して回答してってとか、様々あったと思います。計算問題等もあったりとか。で、思っているよりも、体と脳みそがすげえ疲れてるんで、早く寝てください。もう、今すぐにでも寝れる人はもう寝ちゃっても構わないっていうぐらい。ある程度、一番朝ですね。朝のコンディション。いつも通り、試験時間にうまく合わせて寝てくれるのがベストなんですけど、寝れる時に寝ておくっていうのもいいことですね。睡眠とるっていうのはすごく大切なことになってくるので、まずこれは寝ること、
翌日の勉強をした方がいい一点でも上げたいっていう人もいると思うんですけど、その勉強と寝ることを天秤にかけたとしたら、圧倒的にすぐ寝ることの方が重要です。はい。ギリギリまで勉強して翌日迎える時の健康状態と、すぐ寝た時の翌日の健康状態全然違うんで、100% の健康状態の方が点数が上がりやすいというよりか、下がらないっていうのが正しいかな。そういったところですね。しかも、二日目は実践問題なんで、ある程度そんなに時間的余裕がなくなるっていうことはほぼないので、まあ、そこは、うまく考えてやってみてください。そして、重要なことですね。試験1日目の答え合わせはしないでください。はい。めちゃくちゃしたいっていう気持ちは、重々わかります。本当にわかる。この1日目の答え合わせはしないって、私も、当時、国家試験受けてた時、決めてたんですけど、ただ、動画でこのように答え合わせはしないことって、言ってる私自身ですら答え合わせしたんで、何を言ってるのっていうことなんですけど、これは、まあ、しないことって言っていいけど、多分、不安になる問題があって、してしまうと思います、おそらく。で、してしまったら、ちょっと最後まで見てみたいっていう欲求が生まれて、多分全部しちゃうと思うんですね。特に必須問題。すげえわかります。なんで、もし、答え合わせしなくていいやって思って、すぐ寝れる人は寝た方がベスト。なんですが、すごく、もやもやして、これで出れないってなった人は、しても構わないと思います。ただ、しない方がいいですよっていう、ベスト。その点数によって、例えば、得点がちゃんと取れてたら、安心して寝れると思うんですけど、ギリギリだったりとか、例えば必須問題は足切りだったりとか、そういった方にとってもう絶望になってしまうので寝れなくなるし、しかも2日目行かないっていう選択肢も生まれてしまうので、それってすごくもったいないので、そのもったいないっていうのは、まだ理論と必須合わせて90点プラス105点なので195点中何点っていうものが出たところで、まだ345点の150点分はまだ出てないんで、最低でも例えば、63点か必須ギリギリ63点だったで、150点取られば、もうその時点で213点なんで、で、大体217点がラインになってくるんで、理論4点でもいけるんですね。点数から言えばね、まあ、ほぼ、厳しい状態っていうのはあるんですけど、まあ、ただチャンスはある。ただ、必須で切れた場合、もうどうしようもないから、2日目行かなくてもいいよねっていう、そういった、諦めって絶対生まれてくるんですね。ただ、それはすごいもったいなくて、一日目で受けて、で、二日目ちゃんと受けると。で、たとえそこで不合格になったとしまっても、二日目受けた経験っていうのは、次の国家試験に生きてくるんで、その経験を生かすためにも、この答え合わせっていうのはしない方がいいよっていうのは、そういう意味です。なので、まあ、そこはちょっと、うまく、考えて決めてみてください。本当に、ちゃんと、2日間受け切って、落ちたとしても、その経験は生きて、次回の108回に必ず生きてくるんで、必ず受けてください、2日目。それはちょっと、約束してほしいなと思っております。で、108回になってしまった方がもしいて、
その試験絶対に受かりたいって思う人がいるんであれば、あの3月31日までに、絶対受かりたいんで、お願いします。スケジュール組んでください。お願いします。っていう方、メールくだされば 100% 受からせるっていう、教え子エントリーに入りますんで、大丈夫です。はい。そして最後ですね。試験2日目の得点を1点でも上げる努力をすること。これが一番大切ですね。1日目を終えた後で考えるべき、一番効率のいいこと。もう1日目の試験については、得点の上げ下げって、どんなに頑張ってもできないんですね。もう過去のことなんで。過去のことを戻すことはできない。何ができるかっていうと未来ですね。未来のことは変えられることはできる。今の時点であと数時間で。で、その数時間の時間で一番コストパフォーマンスがいいのがこの最初に挙げた3つですね。まず、自分の能力を今の状態から上げることっていうのは結構難しいです。ただ、この100っていう状態を翌日100で挑むっていうことはできる。この3つを守れば。できるので、それを守って、自分の力を振り絞って2日目、頑張ってみてくださいっていうことですね。頑張ってギリギリまでやって、100を101に上げたとしても、翌日の健康状態が100じゃなければ、マイナスになってしまうんで。なので、この3つを守って2日目、頑張ってみてください。はい。ということで、今回は107回エグザシ国家試験の1日目を終えた皆様へ大切なお話がありますという動画でした。それでは。ご視聴ありがとうございます。エグザシ国家試験攻略メソッドは無償で運営させていただいています。そのため皆様のご協力が必要になってきます。マサ46494の YouTube チャンネル登録、Twitter フォローをよろしくお願いいたします。それではまたお会いいたしましょう。